はい、はい、皆さんこんにちは、宮地幸太郎です。本日は自宅でできるトレーニングということで、今私は家の外、玄関外にいます。家の中があまり綺麗ではないので、ちょっと外で撮影していきたいと思います。今日はですね、このラケットと、自体重を使ってですね、この前ですね、大腿四頭筋を鍛えるトレーニングをやっていきたいと思います。はい、まずこうラケットね、こういうふうに腕の前にセットして、片足ですね、片足でしっかり右膝が地面につくところまでスクワットしていきます。非常に地味なトレーニングでね、見た目ではそんなにねきつくないと思うかもしれませんけども、非常にこれは大腿四頭筋、今左のね前のももに来ています。これを10回いきますね。10回終わったら今度逆の足で同じようにボールを落とさないね、こうやって落とさない、キープして落とさない、キープして落とさない、これを片足ずつ10回ね、3セットぐらいやると非常にね、いいトレーニングになると思います。はい、以上で終わります。